はい、としきチャンネルのとしきです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで少しね、投稿に日にちが空いてしまったんですけれども、なぜかというと、今流行りの巷で話題の某コロナウイルスに感染してしまいました。ということで、ちょっとつい最近まではその電話でバタバタしてまして、でちょっとメンタル的にもちょっと動画を撮るテンションではなかったっていうところもあって、ちょっと日にちが空いてしまったっていうところです。現在はね、ホテル療養を行っておりまして、早ければ今日が2月の26日なんですけど、明後日には出れるのではないかと思っております。でちなみに僕の症状は味覚嗅覚の障害ということで、全くね匂いとかがしない状態になってまして、で空咳が少し出る程度に、熱も全くなく体もすごく元気な状態なので、比較的軽症っていう部類に入るかと思います。このチャンネルで話すような内容ではないかとは思うんですけど、こうやって、僕としては今チャンネル登録者が90人いて、本当に思ってた以上に、今現段階で思ってた以上にたくさんの方に見ていただけてるっていう中で、一種のビデオブログでもあるこの YouTube チャンネルを通して、皆さんに一旦報告ができたらなと思い、今動画を撮っております。はい、ということで今回ですね、今プロスピタワーが来てるんですけれども、オリックスの選手がベスト9タイトルホルダーいないので、今回はねこちら割愛したいと思います。で、今回はそのしばらくちょっと日にちが空いてしまってるっていうお話と、プロ野球順位予想ですね、こちらを、ちょっと私なりに2021年プロ野球順位予想という形でね、都市気流の順位予想をねお話ししていきたいと思いますので、それでは画面へどうぞ。はい、ということで忖度なしでセリーグパリーグの順位予想をしていきたいと思います。ということで、このセリーグに関してはこういった順位予想となっております。巨人はやっぱり菅野が抜けなかったっていうところと、単純に梶谷選手と井野選手の戦力だったっていうところが、やっぱあと原監督の采配というところで、戦力ダウンも少ないっていうところもあるので、この順位にしております。で、2位は個人的に一番セリーグで注目している中日です。中日は投打のバランスが整っているので、十分に A クラスは硬いなと思っております。3位の阪神は、阪神に関しては正直優勝予想でもいいかなと思ったんですけど、やっぱりコロナの影響で外国人の来日が遅れてるっていうところがまず一つですね。あとはやっぱりその新戦力が確かにポイントポイントでしっかりいい補強ができてはいるとは思うんですけど、やっぱりそれでも未知数なところがあるので、一旦この3位という順位予想しております。で、4位 DeNA、個人的に、セリーグのファンは DeNA をやらせていただいておりまして、めちゃくちゃ好きな球団なんですけれども、やっぱりこの梶谷選手が抜けた穴、井上選手が抜けた穴っていうところを考えると、ちょっと今年は厳しい戦いになるかなっていうところで、残念ながら4位っていう形で今は予想させていただいております。正直これがね、予想がいい風に外れて優勝してくれたら個人的には嬉しいなと思っております。5位広島はやっぱり投手陣ですかね。一時期に比べてやっぱりそのこれっていう選手が今現状少ないなっていうところが感じております。総合的な戦力を見て、5位かなと。で、6位も戦力的に総合的なところを見てって思ってるんですけど、個人的にヤクルトは最下位と予想してるんですけども、十分 A クラスにもいけるかなって思っております。はい、やっぱ内川さんの加入っていうところもありヤクルトっていうチームは最下位かもう優勝争いするかっていう個人的なイメージを持っているので、もしかしたらこのチームがこのうまく噛み合えば、例えば奥川くんとかが出てきてチームが噛み合っていけば優勝争いまで一気に行くんじゃないかなっていう予想も頭の片隅ではしております。以上がセリーグの順位予想となっております。はい、ということでパリーグの順位予想忖度なしで決めました。1位オリックス、2位ソフトバンク、3位楽天、4位西武、5位ロッテ、6位日ハム。いや、これはね、正直かなり自信があります。
まず1位オリックス。一応オリックス純正をやってるからといって1位にしたっていうわけじゃなくて、本当に優勝すると思ってこの順位にしています。まず山本投手のダブルエースが君臨して平野投手が帰ってきましたね。あと宮城投手とか田島投手とか、本当に投手陣はもう文句のつけどころがないです。ヒギンスさんとかもいるし、吉田投手もね今年もやってくれると思うんで、本当に投手陣はもう12球団最強と言っても過言ではない。バッター陣もロメロ選手が復帰して日本代表するバッター吉田正尚選手がいる。そしてジョーンズも今年はかなり体を絞ってきてやると思います。もうこれでパッと言っただけでね、こんだけね強力な野手陣がポンポンポンって出てきて、もう個々の能力はもうめちゃくちゃ高いんですよ。福田選手や宗選手や走れる選手もいて、本当にオリックスマジで優勝すると思っております。やっぱりこの長嶋監督もね、昨シーズン途中から就任してチームをね5割まで立て直せましたんで、あの状況から勝率5割まで立て直せれるって相当すごいと思うんですよ。なのでこの長嶋監督の監督としての力量も踏まえてオリックスは1位としています。2位のソフトバンクはやっぱりこの4年連続日本一のこの戦力の厚さだと思います。3位の楽天はマー君は復帰してるんですけど、やっぱりその投手陣がねやっぱりベテランが多いっていうところで、まあ、いつどうなるかわからないというところで、やっぱりそのロメロさんが抜けてるっていうところもあるので、まあ、この3位という順位にしてます。西武はですね、確かに、ね、まあ、辻さんのね監督力っていうのはねすごくね強いと思うんですけど、やっぱり投手陣が苦しいかなと思います。5位のロッテもね井口さんの監督力っていうところもあるんですけど、単純にこの戦力を見比べたところで5位予想をしております。日本ハムも総合力的には、まあ、個人的には最下位になってしまうんじゃないかなという予想をしております。以上パリーグの順位予想でした。はい、ということで、プロ野球2021年の順位予想をやっていきました。まあね、今ちょっと僕自身がコロナにかかっていて、なかなか投稿頻度というのはちょっと落ちてしまってるんですけれども、なるべくね早く復帰したいと思います。まあ、ホテル療養中でも動画は撮れますし、ネタも準備しているので、また近々動画また頻繁に上げていければなと思いますので、引き続きチャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いいたします。ということで本日はこの辺で失礼します。バイバイ。